顔は映らなくてもいいんだけど、いやいや、今日博物館に来られた方がね、吉野ヶ里の方にね、おられたり、あるいは今は滋賀県の方でお住まいなんですけど、この博物館に来られて、いろんな歴史とかそういうものを YouTube でご覧になっていただいてるんですけど、邪馬台国の話先ほどしてましたらね、何でしたか、何かおっしゃいましたね、今。その好きな人がそういうことを言ってるという私は思ったりしてるんだけど、根拠も何もなしにね、調べてみると、あまり根拠のことをおっしゃっておられない方が多いんですよね。だからここも、これね、京田辺のこの地名起源説ということでね、博物館わざわざ作って、ここでこれ、言ってるんですけど、地元の人でも興味のある人はあるんだけど、一時、何年前かな、10年前にね、京都新聞とか取り扱ってね、有名になったんですよ。で、その当時はうわーっとなってね、ものすごく盛り上がったんだけど、で、私が言い出しっぺやから、もうしょうがないから、市役所の方がそんなん作る必要ないとかいうことでね、その前になってたんで、私がアホやから、そう言い出しっぺでここにも博物館を作ってしまったと。いう経過なんです。だから、この説が本にしてね、もう全部大学の有名な名誉教授の先生方がね、考古学、あるいは文献学、地名学、それから、世界の動きを研究してる先生方が、ここは間違いなく、竹取物語の里ですと、古事記も載ってるし、間違いありませんと。で、物語の中に書いてある沖縄の家は山本近くなりと言うてるのが、この山本のね、馬屋、今日来られた駅前のね、馬屋があるわけです。そこを発掘されたわけですね。そしたら和同開珎が出てきたし、古代の条理性のね、場所でもあり、この駅が沖縄の家山本近くなりというその物語にあった山本の駅であるということがこう分かった。で、考古学の森越先生ね、同志社大学の有名なね、間違いないの。山本の馬屋という駅もここに写真がありましてね。これもかなり昭和の初めから、いや、明治の頃かな、からこの碑文がもう立ってるんですよ。何かわからないけど、駅前に立っていたと。つまり、平城京から山陽道へ行く道ね、あるいは山陰道ね、京都の北部へ行く道の、最初の馬屋であったわけですね。馬屋というのは駅だったわけですね。馬を乗り継いで、勧進が、こう移動していくわけです。その場所であったっていうのが分かったんですね。で、それを私昔から調べとったやん、どういう意味を持つのかなと、馬屋がね。そうしたら、勧進が行き来する外交官が九州の方からやってきて、都入りする。その馬ごとに乗り継いでね、都へ来たと。外交官がね、あれは勧進が行き来したという場所やったらしいね。だからそこで、この奈良の都が古いですわな。で、その当時の古い時代に、そのある人がこの竹取物語というのを書いたということが分かってるわけですね。誰が書いたのかというのを調べていったら、空海であるということが分かってしまったわけですね。なぜ空海がそれを書かざるを得なくなったのかと。いうこととか、本当に空海なのかというのを調べていったら、ここ難題があるでしょ。かぐや姫に出す、5人の貴公子が出てきてね、美しいかぐや姫を手に入れようと。で、したんで、かぐや姫は、それぞれの人たちにですね、難題を出したわけ。それを持ってきていただいたら、お答えしましょうということで。で、この5人の貴公子が来るわけ。民衆の鉢言って、これ仏の民衆の鉢、天竺にある釈迦が持っていた鉢を持ってきてくださいってね。2人目は倉持の巫女で、蓬莱にある玉の枝ね、キラキラ輝く女性がもう好きなね、宝石類の、そんなもんを持ってきてくださいと。で、3人目は火ネズミの皮衣。これ火ネズミという、そういう架空の動物みたいなのがおってやね、毛皮みたいなもんやね。この毛皮へ燃えなかったんや。ところが、持ってきたんやけど、貴公子はね、壬申の乱で勝家貴公子持ってきたら燃えてしまった。つまり偽物やった
いうことは分かったわけで、3人目はね、この竜の首の玉でね、この竜神がおる、その首に玉があるというわけや、それを持ってきてくださいって言ったわけね。で、竜神というのは恐ろしい存在で、ね、嵐を起こしたりね、いろんなことが起こるわけですな。で、さらに最後は、この、これなんだろう、つば九郎の小安がいね。つば九郎と分かります？分からへんの？つば九郎、つばめなんですよ。つばめの小安貝を持ってきてくれる。つばめの小安貝なんてないでしょ。まあ確かに。ほんでつばめは必ず生まれたところへ帰ってくるわけね、日本人もですね、太平洋におったムー大陸の人たちが世界に散らばったわけ、浜の浮き船に乗って、ところが世界が荒廃したので帰ってきたわけですよ、里帰り。それを描いとるの違うかなと、それを知ってる人が、でこの戻っていくと、この竜神ね、これ今竜神が今もう世界でもうたくさん降臨してんねん、いろんな絵をみんな描いてはんねん。なんで竜神が降臨するのか、竜というのはどういう存在なのかと調べていったら、世の中を正常化させるための意味もあるわけね。恐ろしい存在や、こんなもん実際におんのかどうかわからん。全てね、この世の中にないものを所望したい、ないもの。お偉い大臣はね、もうかぐや姫を手に入れようと、もう探したんやけど、ないから、偽物を作ったんや。で全部バレてしまったんや、偽物というのは。いうことですわ。欲ばっかり言う人はね、現在にもそれを当てはめてみるとね、まあ大臣みたいな人ですわ。まあね。金はいっぱい持ってね、権力もありね。自分の好きなものはどんなことしてでも手に入れることができる人たちがこう出てきたわけ、登場させとんね、歴史上のね、人心の乱で活躍した貴公子や、貴公子を全部登場させたということですわ、今大臣クラスの人たちを全部登場させてね、お前らその影のやったもん全然持ってこれへんやろと偉そうに言っとるけど、金も持ってる、権力もあるのにはね、よう持ってこいへんやないかと。言うと、この物語の中で伸びてるんですよ、これ。深読みすると。面白いでしょ、現在の世の中に通じんねん、この話が。で、この物語がね、ここの部分がね、その、大学の入学試験に最近出るようになったんですって。これ非常に大事ね。誰がそんな大学入学試験出したか知らんけどね。それら調べていくと、その物語が深く調べていくと、それらがね、この土地のここでね、物語が出来上がったと、いうことが分かってきたんでね、だここにそんな歴史が何であったのかと調べ出すと、ここに空海が来ていたと、生まれたんじゃないかと、この須知神社という神社のところにね、かなり古いね、縁起式内の。それが分かってきたんですよ。だ空海が作者と違うかと、いうことで調べ出したら、間違いないということになったわけです。空海ね。なんで空海はこんなもんを作ったのか。空海は遣唐使で中国行ってますわな。でも神の思想と仏の思想と両方の神仏根高の思想を勉強し、高野山を作りね。はい、から京都のその当時ね。それから当時というのは、当時のその教学所じゃないですか、大学みたいなところだったわけですわね。でさらにそこの神宮寺という宮はですね、伏見稲荷やったわけですよ、神仏の根高のね、神は伏見稲荷、仏は当時、あれは高野山ね、その、京都のその嵯峨天皇に慕われてね、で高野山いただいたんね、高野山で周剣道のそういう山を歩いたり何かする、天才みたいな人だったわけですよ、こう梅雨をバッとつくとですね、温泉がバッと吹き出たっていうね、地下鉱脈まで知っとった、で夜中にこう歩くとね、山にピカピカッと光るんですって、その鉱物資源のある場所も知っとったというね、さらに宇宙の話までこれ月からかぐや姫やってくるでしょ、その月からやってくる、その月の思想的なものも知ってたわけや、宇宙のことまでね、高田氏空海はね、どこでそんなもん仕入れたんかわからない、そういうかぐや姫が月からやってきたわけですから、で竹から誕生してね、
で、世の中を正常化させた。あるものを、あるものをないものに、ないものをあるものに、こうやってやね、権力者がね、悪いことばっかりやっとると、今の現在と一緒や。まあ確かにね。それをこの物語の中で空海が書き込んだんですよ。平安時代の初めに。偉大な人でしょ。それ調べてると、で、ここの、その、なんていうの？村というのか町というのか、過去に古いところの、その空海がここへ来て、それだけいろんなものを調べる、あるいは聖徳太子がここにおったということも分かってきてやね、その井の岡山にはね、古墳があると、古墳群が。それを調べ出したらですよ、ここにその秦の始皇帝がですね、兵馬俑、あれ中国行って分かったんですよ。秦の始皇帝の兵馬俑の墓が今発掘してるんやけど、まだ未だに本命まではたどり着いてないんですよね。で、4棟建て5棟建てのこういう馬車がね、現地で発掘されたりね、たくさんの兵士すがごずいね。らーっと並んでる絵柄見張ったことあるでしょまあ写真でありますね。う。そういう権力を持ってた人のね、絵柄がと似たようなものがね、ここの井の岡山の山があるんですよ。とそこの山の中にね、から明治の頃にこういう青銅鏡が見つかったんですよ。で、この青銅鏡を調べるとですね、新人鯖が造鏡ね、新人歌舞が造鏡、歌を歌ったんです。新人なんやこれは、歌舞が造鏡か、変形一身四柱鏡ね。変形一身四柱鏡では日本で見つかってるやつで一番古い鏡が、これ秦の始皇帝と関係した鏡じゃないかと、中国に分かってきたわけ。中国行ったらこういう鏡があったんです。同じような新人鯖が造鏡が、これと同じ鏡がね、この村の古墳から見つかった。なんでそんなもん見つかんねまあね、交易があったや。こういうがあったかもしれないな。まあでも空海が中国に渡ったのは年代とか平安時代の初め平安時ね、代か桓武天皇の頃。まあそれを通じて流れてきたって感じかね。いや、それも古いんです、これ。より古い。この鏡は秦の始皇帝ですから、紀元前の話なんですよ。紀元前のその鏡がね、なんでこんな山城というところからね、古墳から見つかるのか。弥生系が持ち込んだって感じかな。そしたら、いや、持ち込んだと思うでしょ。日本でこれは作ったんですよ。作ったんか。日本では中国なんて日本人が行って作ったわけですよ。分かったんですよ。中国なんか古くないね。日本人が行って中国の国を作ったわけですよ。まあ確かにね。日本の方が素晴らしかったんや。もう大陸のすごい大陸を持ってたわけ。太平洋に身を痛めやらのものすごい広い大陸があったんですよ。そこからこんなものの資源がいっぱい取れたんや。分かったわけです、それは。だから日本は世界文明の発祥地という本を書いたんですよ。これいろんな人たちが、間違いないと、これは。その通りやと。私が言ってるのは違うね。私も世界5周6周回ってきたけどね、いろんな各地。そういうなんで行っておられる人たちのところへ行って聞いたらね、それはもうあんた日本がね、世界文明の発祥地のはもう当然のことやと。外国なんか大したことないんだと言うてますよ、みんな。中国人前ね、中国人大学先生がね、この間もある人が、子供が言うてきてね、中国では、中国の国は日本人が作ったんですと、大学の先生教えられてますよって言って、中国から歴史が入ってきたんちゃうの、朝鮮半島から日本に歴史が渡来してきたんじゃないのよ。全部間違った。日本人を素晴らしいの知ってるから、日本人を袋叩きにして、もうもぐら叩きしてですな、バカにしてね、やってきた教育だったわけですよ。国立大学の。ひどいもんですよ。まあ確それかにね。日本人いまだにまだわ、分かってない。ならここでもうワンワンと吠えてやっと。まあ歴史は義務教育終わった後は何も勉強しませんからね。そうですよ。義務教育の小学校でやる勉強が一番役立ってるでしょ。そう思わない？高校で学んだ授業でこうね、ね。授業で今現在我々の生活に役立つようなことそんなにあった？まあ高校関係はね、まあ仕事で役立つような特殊知な仕識は事をすね、るときにね、そうそう、そちょっれはとまあ役あるけ立つど、ぐらい。まあそれぐらいだよね。
普通のほとんど役立たないやろ、うん、そう役立たない、うん、まあ無駄な微分だったって微分積分とかね、わけのわからんような難しいのを覚えさせられてね、うん、だから記憶さす場教育ですよ、うん、それを覚えるという、はい、歴史学んだって歴史の流れはわからへんし、ただその平安京は何年にできた、奈良時代は何年にできた、ね、どんな人物がおったというだけのあれを記憶する学問だったんですよ。楽しくない、楽しくないわけ全然ね。確かに面白くなかった。大嫌いだった私歴史みたいなの。とはこんなアホなこれ歴史やってことは今はもうこれなんていうの、もう夢中になってこれやっとるわけですよ。アホやん私も。でこんな鏡がなんでこんな村で見つかったんやと。ね、紀元前の鏡がなんで見つかんねやこんなとこでと。これ調べ出すとね、それは不思議ですよこれ。で日本で作ったっていうのが分かったのはあれ、ああ金属の組成とか調べたんですかこれ。いや日本人が全部そういうのはもう技術持ってたんや、青銅の技術が。だから東大寺の大仏殿、大仏さん作ってるでしょ、はい、あんなでっかいやつ、あの通り世界のどこの国でもあんなもんを作る技術持ってなかったんや、奈良時代に、うんうん、まあ、大体あの製品で、うん、その品物の物質の構成ね、うん、構成調べると、うん、大体どこで取れたかっていうのが分かりますからね、うん、それ調べたんかな。これあの錆びないからね、銅やからね、うんうん、錆びてないのよ、うん、まあ、一部ちょっとね銅錆びのみたいな表面はね、うん、こうきちり残ってるでしょ、うんうん、鉄やったら錆びてもうボロボロになって見られへんでしょ、うん、残ってんのよこれ、古墳の中の入ってるので、うんうん、こういうものを作る技術があったんですよ日本には。でまた太平洋にそういう資源があったわけですよ、沈んだからね、そういう資源がまあ少なくなってきて最近はもう作れなくなったと、うん、いうことじゃないかなと私は思ってるんだよね、はい、うん、これこの辺だけどもあれね、でこれかぶと、これもねある人からいただいたんだけど、このかぶとね、うん、はい、これ錆びてないし未だにこれね、うん、確かに、うん、こんな金属は日本人は持ってたんですよ、うん、普通やったら錆びるやん、 今の鉄で作ったりなんかしたら錆びるでしょ、うん、錆びる、うん、これはどうですか。いやこれは何で作ってるのかから、うん、だから日本のね三種の神器というのをご存知かな、ヒヒイロカネで作ってるのよ、錆びない、錆びない鉄、はい、うん、錆びない鉄と言わんわな、ヒヒイロカネで錆びないんですよ、うん、それで三種の神器作ってるわけ、天皇家が持ってる、うん、はい、今の天皇と言っちゃいますよ、今の天皇みたいなのはどっかの国からやってきた人ですからね、明治の頃から。もう最初の人気も、まあ、レプリカって言ってますからね。レプリカですよ、うん、複製品、うん、そうそう、うん、本物は錆びなかったんよ、うん、まあ、本物はどこに、まあ、あるとこ分かってるんですけどね、うん、まあ言ったってしょうがない、うん、そんなもんはもうマスコミが言わなかったらね。でここがまあ九州からやってきた隼人ね、はい、隼人の兵隊で隼人前をやってたりしてたんですよね、はい、うん、九州にいらっしゃるからある程度分かると思うんだけど、うん、隼人もこの大隅隼人ね、はい、アタ隼人とかそれからなんとか隼人とか4つほどあるんですよ、隼人の場所によってね、はい、でそこにまあそういう兵士のような人たちがいて、はい、で兵状況ができた時にこの大隅隼人とかアタの隼人の人たちがここへ移住してきて、はい、まあ、移住させられたのか分からないんだけど、はい、で都を守る兵士としてね、門を持ってたとかね、うん、はい、都の入り口の門番をしてたとかね、あるいはこの部屋隼人舞をして宮中のそういう神事にね、まあ、使われてたということですな、はい、古い思想を持ってたのでね。でここに大隅藩とか出てきた大隅という地名があって、はい、でこの隼人舞を現在もやっている方たちがお住まいされてるんですな。それが分かったんで、隼人サミットっていうのがあったんでね、はい、私その竹取と関係あるから山城から隼人舞を奉納したり、隼人、はい、の人たちがふるさと帰りしたりね、はい、で隼人町がなくなって隼人町という地名がなくなって霧島市になったのかな、はい、うん、でそれを記念して隼人サミットやりたいということで私も行ってね講演したんですけど、はい、お偉い先生方の森越先生とか向こうの民族学の先生とかがね、うん、一緒になって、うん、まあ、その時にまあ私も
ね、来てほしいということでね、はい、うん、それのまあ記念したやつがね、うん、結構個性的な、うん、まあ、文様を使ってますね。そうそう、この文がね、まあ、実際はこのこっちにあのこのぐらいの縦なんですよ、これ。あ、これね、はあ、この縦で戦うわけ。うん、ああ、はい、螺旋ね、そういう縄文時代のこの流水門なんですよ、これね、はい、これが日本だけではなしにね、ハワイとかヨーロッパとかね、はい、そこから中東もあったかな、イギリスにもこの門があるというわけですよ。なんでこんなもんがね、そんな各地にあるわけ、世界の各地に。おかしいでしょ。確かにね、日本から広まっていったって、うん、日本から行った人たちがこの門を継いでいったということじゃないですか、うん、だから日本が世界文明の発祥地やから、日本からいろんな世界に散らばった人たちがね、はい、そういうのを残していった。でピラミッドもね、日本なんですよ。このここにピラミッド、あのカンナビ山というのがあるんですけど、はい、まあ、日本にはピラミッドがたくさんあるってまあ、言ってますね。たくさんあるんですよ。では、うんうん、だからエジプトのピラミッドも日本人が行って作ったんですよ。あの石を積み上げたりするの技術はね、日本のお城とか、ね、滋賀県のお城あるでしょ。はい、ああいうものは結構そういう人たちいたのに、石工が、はい、うん、簡単にできるんですよ。でエジプトにはそういうピラミッドになるような山がなかったから、はい、わざわざ作ったんですよ。でそれは墓だとかね、もうですね、あの墓じゃないんですよ、石棺があるけど、潜って右に行きましたよ、うん、一番下の方に石棺があるんだけど、4メーターぐらいの石棺が、石の石棺があってね、ところが蓋がないんだよ、蓋がね、うん、蓋がなかったら石棺にならへんや、うずめてないや、空間に置いてあるわけですわ、うん、だから墓や墓や言うてはるわけや、お偉い先生方はね、うん、ああその形跡もない、まあ、墓は別のとこにありますからね、うん、墓は別のとこにあるのよ、うん、それ知らんねん、みんな墓墓言うてはんねん、吉村先生あれ、うん、エジプト学の あれは墓やと言うてはんちゃうの、もっと地下の深いところに墓があんねやとか言うてはんねんけどあれはどうやら墓でないというのがね、最近みんな言うてきましたわな、うん、その山が日本にあんのよ、日本にね、はい、たくさん、うん、ありますね。でスフィンクスもあんのよ、日本の、まあ、知らんけど、うん、スフィンクスの意思が作ったんだよ、はあはあ、まあスフィンクスか、まあ狛犬がもう、まあ、狛犬みたいなもんや、ね、うん、狛犬は2頭おんねんけど、うん、はい、これは1頭しかおらないのよ、はい、でエジプトも1頭しかないのよ、だからあれは日本の狛犬やから2頭左右にあんねや言うてね、はい、あのお偉い先生方とかね、うん、陰謀論者言うてはんねんけど、もう一つは見つからないのよ、ね、一頭だけなんよ、ああ面白いよ日本の歴史は、まあ、自分も、まあ、日本中いろいろ旅行して回りましたけどね、はい、結構山なんかね、ピラミッドみたいに金星が取れた山は結構、うん、あの結構あるでしょ、あるし、あれね、正確に言うとね、三角錐でなしにね、四角錐らしいね、四角錐か、四角錐のような山があって、それを崩れないように何か石を積み上げたりして、うん、でやってたから崩れなかった、うん、あと何かな、うん、頂上付近に結構巨石がね、巨石があるのよ、たくさん、そう、だびかれました、え、そう、や、あの、まあ、山口県の自分が言ったのは東北方面やね、あ、東北の方にもそうね、ピラミッドというか、うん、ストーンサークルみたいなね、うん、そういうものがありますね、うん、あの石でこう丸くしたやつとかね、真ん中に高い石があって、横にこうなんか幾何学的にね、こう石を置いたストーンサークルみたいな、うん、まあ、そこまでは見なかったけどね、太陽観測ね、天体観測する、まあ不思議やなと思って見に行ってましたね、うん、だから高い石の影がね、どういうふうにいくかによって時間とかね、うん、そこからあの天体観測をする装置になるわけ、太陽の位置が変わるでしょ、はい、なら春分の日とか秋分の日が分かるわけですよ、うん、だから農耕にするための時期を調べるのにね、その影がそこ行ったらね、田植えが始まる、あれは何かの行事をする、で収穫するという、そういう天体観測をしてはったわけや、うん、だからそういう見方をすれば非常にこれ面白いんですよ、私の面白い、うん、何でもないなもんだね、でここにね、ここにまたあの、まあ普段あまり興味持たないんだけど、これ
宇宙からね飛んできてるね絵柄が日本のお寺にあるんですよね、はい、視点が、うん、空からもう舞い降りてきてるでしょ、うん、こういう絵柄は何も竹取物語じゃなしに古い奈良時代のそういうお寺にもこういう絵柄が視点の絵柄があったんですよ、うん、平安時代の前からね、それ空海がまあ知ってたんですな、それは竹取物語の中に取り入れたんじゃないかなと、うん、もう昔から日本にはそういう思想があった、うん、でこれ鬼でしょ、はい、で面があるでしょこれね、これもこう深い内容があるわ、これ分からんねんけど脳なんかではね、うん、このこういう女性のね面をかぶった人たちがね、うん、はい、こういるわけですよ、はい、こう鬼ってね、まあ、神事をする女性ね、うん、これもまだ私には分からないんだけど脳なんかをやってる人たちには詳しいね、一度ここで脳をやらせてくれ言うてね、来られた方があって別館で脳をやっていただいたんだけど、あ、まああれはちょっと奥深いね、意味分からんね、うんうん、どういう意味を表すのか、まあ、自分も分かりません、そういうのは、うん、それが日本の古典なんですよ、うん、古典ね、うん、私は凡人には分からへんわ、やっぱりそれ独特のね、それやってる人たちにとっては、でこれもね、富士山の近くで飛天が映ってるのあるでしょ、これ外国人がまあ描いたんですな、あ、そうなの、外国人が描いたそのなんちゅうの、宇宙から人がやってくる、あら飛天がいる、あらかぐや姫のようなそういう物語的なものを日本にあるから外国人がこれ描いてで持って帰ったんかな、あら日本で描いた人がおってその絵柄を持って帰って英文で書かれてるんでね、でまあそれがちょっと手に入ったんでここにも竹取のね、まあ関係でね、うん、まあ、一般的にはねこういう屏風絵なんかも出てるんですけどね、まあいろんなのがあります、これも竹取関係、竹取でしょ、これ沖縄がね左側におるでしょ、はい、誕生してでかぐや姫が美しいかぐや姫になってで貴公子が求婚にやってくると、うん、でこれは最後のシーンね、次から迎えが来ると、でその前には美しいかぐや姫になってやね求婚に訪れたりね、それから空海は遣唐使で行ってね嵐に会ってるんでね、その絵柄が あるんですね、空海は遣唐使で行った時に2回嵐に会ってるんですよ、死に目に会ってるんですよ、だから物語の中で入れとるわけや、で美しいかぐや姫にねこうがいると順にしたいのね、でここではまたこれ帝がおんのかな、貴公子がまあ休校にあられたんかな、で富士山が出てくると、で富士山が出てくるんだけど富士の山へ行って燃やしてきなさい、当時は富士山とは言わなかったね、富士の山だったんですよ、信濃山、うん、信濃山へ、ほんで富士山が竹取物語にさてやと言っておられるんだけど全然物語の中身を調べておられないっていう、ね、富士の山って書いてある、で当時平安時代には2つの山があったんですよ、2000メーター級の、それが爆発をしてたらしいね平安時代初めに、で今のような3000メーター級の山にこうなりつつある時期だったらしい、それを物語の中で作者空海は取り入れてんね、うん、空海は日本全国を歩き回りましたから、それを日本で最大の山を取り入れた、だから富士説がね、この竹取物語やと言うてる人がおるんやけど、他は何も合わないわけなんで、しかも富士山とは言わない、富士山やったわけね、はい、富士山にせなあかんや、駿河の、うん、2つの山があったんやから、富士や、二の山、うん、全然違うわけだから、だから富士説消えたんや、私の一言で、まあそれが分かったわけです。まあいろんなことをね地域行ってね調べるとね、ここやここやった邪馬台国、先ほどの邪馬台国ね、先ほど論じてた邪馬台国なんかもね、それは九州であってもね、あの大和であってもさ、四国であってもどこであってもまあいいんやけど、だけどあれは中国の書物の魏志倭人伝という書物の中に書いてある邪馬台国はね、もう一つしかないわけですよ、あれの図面でいくと、ここに書いてあるね、この地図があるでしょ、大砲軍から東南に1万2000里なんですよ、はい、東南に。で、東へ行って、南へ行って、東へ行って、南、南、南とこう書いてあるわけだ、南、南、南と書いてあったら、
ずっともう九州から離れていくわけですわ、はい、で九州から離れるからもうそんなとこに歴史はないと、ね、あら嘘やと、うん、方角間違えてるんや、南は東やということで東東に行ったら大和になるから大和にいたんやという大和説が出たわけですよ、うん、ところが中国人が書いた地図向こうにあるんですけど、はい、あれまあ、 興味あるんで見ていただいたらいいんだけど日本国があって日本国の下に和という国が書いたん、はい、離れてねで九州ではないその下に南琉球、はい、琉球が書いてある琉球という大琉球小琉球があるんですよ、はい、どうかと思います和の南の方に大琉球小琉球琉球ってどこです、まあ、沖縄市沖縄沖縄そう沖縄なんですよ沖縄うん和と書いてあるでしょ右横の方の真ん中に、まあ、はい書いてますね邪馬台国が和国って習いましたやん、はい、日本国はあるでしょ上にね、うんはい日本国があるけど日本国と和の間がものすごく離れてるでしょです、ね、あれ九州に見えないわね、うん、そう確かに、はあ、しかも大琉球の方が近いでしょあの和は、うんうんですね、日本国より、はい、ほなおのずとしてどの辺か分かりますやんか、うんですね、よいしょ沖縄のちょっと上の方に、うん、北の方にある島言うたら、うん、あの島大きすぎるやないかこうなるわけや、うん日本国の3分の1か2分の1ぐらいの大きさやないかとは、そんな島がないやろと。おかしいでしょ、うん、確かに。うん、この地図嘘やと。なりますわな。ですね。ところがその右側の方に大きいまた大陸があるでしょ、はい、大琉球の右の方に、はい。あれはもう大陸やったわけですよ。もう大陸あったんだよ、太陽に見よいためらの大きな大陸が、はい。その当時は、あれだけの、陸があったんです、はい、で沈んだかね海の水が上がったかね、うん、で島が海に沈んでしまったわけです、はい、毛大陸が、うん、さっきの言ってた私の研究した毛大陸がね、うんはい、だからおかしくないわけだこの地図は、はい、はるか昔や、うん、で面白いのがねこれみんな間違ってるんだけど卑弥呼の邪馬台国はいつの時代なのかということなの、うん、まあね。いつだと思われます邪馬台国ね。邪馬台国はいつの時代なのかと。これみんなお間違いなっとられんで、ね、お偉い先生方もね。うん。紀元の300年ぐらい言うてるでしょ。言うてません、ね、紀元、ああ、そうかな。300年前後。うん。350年とか言うてる人も300年あたりや。紀元の300年ですよ。ああ紀元の300年ではあんな和にはならないわね毛大陸になった時代ですから、うん、紀元前のもう8000年1万年ぐらいの頃に毛大陸があったわけですよ、はいうん、だからあの地図は紀元のもう秦の始皇帝よりもはるか昔のことを書いたのを陳寿が中国にいた陳寿がねその時代に書いたわけですわ、はい、紀元の200年か知らないけども、はいああだからおかしいわけ時代がもう全然違うわけや書いた時代がはる、はい、か昔1万年前やと思うの私女性の祭祀者の方が古いでしょ男の祭祀者より、はいうんまあね、毛大陸にいた卑弥呼だと思いますようんでまだこの間来た人高校生はね毛大陸はなかったんやとあんな嘘や陰謀論やって言ってありました。そうか。ああ地図はあるやないかと。まあ大陸もね、まあ、その程度ですわ。だから全然もうついつまがね習った歴史のね、はい、教えてる人たちが、まあ、とんでもないことを伝えてるから、はい、分からないと、うん、確かにいうことになる、うん、もう一つはここがねここがやっぱり見といていただいた方がいいねこれね日本はその徳之島は徐福が最初の渡来地だったと。なんで徐福が渡来地だったんやって世界の人たちが世界散らばったとそれ人たちがねイスラエルとか、はい、あの中東とかの人たちらがねもう荒廃したんでね戦いばかり繰り返して十二支族が繰り返してどんどん死んでいったわけ、はい、でも住めなくなってあの砂漠になってしまったわけや、はいね、中東なんかはもうあの米をたくさん取れてね取れたのに砂漠になって住めなくなっただから日本に里帰りしてきたって言ってるんですよ
それが我々学んだ渡来民族やちわけ。日本の歴史がなかったんで、中国から朝鮮半島から歴史がね入ってきたんやと言ってるんだけど、はい、とんでもない話や、うん、それで我々教えられてきたわけですよ、はい、とんでもない歴史をね、うんうん、帰ってきたんですよ。もう住めなくなったから、はい、日本に里帰りしてきた、はい、でさっきのあのつば九郎の小安がいてあったでしょ、はい、南大でつば九郎というのは、ツバメというのは生まれたところに必ず帰ってくる。帰ってきてまた卵を産むんですよ、うんはい、奇数反応があるわけや、はい、ありますね、うん、だからあれ南大のあれで捕らえたんやと思うわ、うん、南大にツバクの小安が出てくるでしょ。ツバクの小安持ってください言うでしょ、はい、それは渡来民族要するに、はい、と関係あるからツバメやから、はい、うん、バッチリ分かったんですよ。でこれはまあ、 あのイスラエルのね、あの日本の古い滋賀県も古いあのお祭りがあると思うんだけど、4人で担ぐねこういうみこしがね古いんですよ。アークね、アーク、イスラエルのアーク、これがまあ日本の古い祭りで、わっしょいわっしょいという祭りは、あれは新しい祭りな形式、静かにのそりのそりとご神体を昔おった村に遊びに行くというのが神祭りなんです。それ皆さん間違っておられる、これキリストね、キリスト、これキリストのこのイエスのキリスト貼り付けやね、これが、うん、でこれはどこで手に入れたんですか。これねメキシコやったかな、メキシコか、ああメキシコで買ってきた、ね、どれで、うん、結構カラフルだなと思ってね、うん、これリアルでしょ、リアル、うん、でこれねこれインリーって書いてあるわね、インリーね、はい、インリーってね、これ慶応大学の人だったな、この間何年か前に来てね、小泉さん、このプラスのマークは日本のそのあなたこれ紋章やと言ってるじゃないですかと、うん、ああこうプラスに丸というのがあるでしょ九州で、 ありますね、うん、あれ、うん、プラスに丸はえなんかあの九州の紋章、うん、どっかの藩のマークか、うん、そうそう、島津の紋なんですよ、あ、はい、うん、プラスに丸はね、でこれ縦が長いでしょ、確かそれが本当の十字架やったかな、ああそれは日本の紋章なんですよ、はい、日本の菊の御紋と一緒なんですよ、紋章やったんですよ、でこの縦に長いのはね、うん、人を殺す貼り付けにする十字架なんですよ、後で改変されたってやつやったかな、うん、クリスチャンね、うん、これキリストはあがなってこんな胸にぶら下げてやってるでしょ、はい、人間の殺人を起こすね、殺人をするためのプラスを首につけてはんねやんか、ああ我々が言うたらそういうことやんか、悪魔思想みたいな感じやね、そうやん、もうそれと通じんねやんか、ああそんなこと言うたらこれクリスチャンに怒られるんやけど、それはそういう思想やからしゃあないやんか、うんうんうん、ああおかしいわな、日本人からすればねこれ、まあね、まあ、今の人を殺すのは何とも思ってないという思想やんか、今のキリスト教もね、キリスト教も変やんか、うん、あ統一教会あったや、安倍ちゃんが殺されて、あれの入ってたあれなんかまさにこれを信じてはるわけやんか、まあキリスト教を束ねるバチカンも悪魔思想、バチカンもそうそう、バチカンもすごいよ、うんうんうん、バチカンの地下でね、バチカンの地下で何やっとったのか最近バレてましたやんか、うん、そう、うん、子供がたくさんいたっちゅうに地下に、うん、それを何とかしてるという話や、うんうん、嘘か本当か知りませんで、私その場見たから見たことはないんで、情報はたくさんたくさん、とんでもない情報が流れてるでしょ、うん、でこれユダゴーシナゴーグね、イスラエルの、はい、これが日本 の神社神道と同じね、この奥に本殿がある、うんうん、これシナゴーグなん、はい、日本と同じなんですよ、うん、日本人が行ってこのシナゴーグを作った、しかし日本の神社もね、神社思想もね同じ思想なんです、うん、でもなんかこれも怪しいんですよね、まあ怪しいというのか、それはまあ間違ってね、そういうとんでもない人たちがね、そういうような思想を言うてるんですよ。日本の神社もね、うん、あれ明治時代になってから
おかしになった。神社が出てきましたからね。おかしになったんです。明治に外国人がやってきてね。外国人が来てから。とんでもない思想をね、植え付けたんじゃないかなと思いますね。フリーメイソンのメンバーが乗り込んできてね。そうそう、フリーメイソン関係、よくご存じじゃない。さすがもう目覚めておられるから、やっぱり。ですからね。すごいわ。で、その、あの、はい、日誘導祖論もね、自分は怪しいなと思ってます。うん、まあ日中同祖論は、まあ、ユダヤの人たちが日本に帰ってきたんですよね、まあ、でも神話があるからね、うん、神話との整合性かな、うん、それは間違って伝えられてるからね、だからそこをね、ちょっと調べるために、まあ、そうそうそう、ここで本をね買っていこうかなって考えてるんですよ、うんうん、それが解明できましたよ、うん、そうでね、これここが竹取大きな博物館のまああれなんでね、あの当初その博物館するのにあたっていろんな人が参画していただいたんですよ、はい、でここにね難題に関係するものがあの展示してるんですよ、ここにね、うんうん、これ生の如しね、これ僧の如し、これ竜の如し、うん、これ竜が出てきてるんですよ、ツバメ出てきてるでしょ、ツバメがこの絵柄絵文字で、うん、ああそうやね、ツバメ飛んどるでしょ、この生という字なんかツバメのまさにこの形してるでしょ、うんはい、でこれというあの火という字の横棒がね小安貝の形になってるんですよ、先のね、うんはい、でこれが中国のあのお偉い人がねこの絵柄が書いてあるんですけど、はい、これ龍という字なんですよ、龍字が出てくるでしょ、うん、あこれ龍という字なんです、はい、これ一文字、これ空海が書いたんや、空海直筆で書いたんですよ、こんだけのものを空海が書いたんですよ、これすごいでしょ、これ絵柄、うんね、しかも上の方の絵柄はあれあんな筆で書けます、キャッ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 としたやな、これという字、これと如し、はい、あの普通の筆ではキャッ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 と書けへんでしょ、うん、書けませんね、何と思います、そんな筆があんねや言うてこう気渡して言ってたよ、そんな筆ないでしょ、まあ、木のヘラで描いたような、ああ木のヘラとかね、これ竹じゃないかな、これ竹ね、竹やったらギャッギャッといけるでしょ、ああそうやね、竹やったら繊維も大きいから、ね、繊維質あるでしょ、 木やったらあんな模様ができへんでしょ、うん、平行になってるでしょ木やったら、うん、竹やったらギャッギャッギャッとその押された状態によって濃淡がありますやんか、はい、こんなん木で描けんねやって言ってる人がおったけどね、うん、実際に自分が描いてみたらどう思うんだけどね、あまりなこと言うと怒られるから、うんうんうん、どういうのか、まあ、これ景況費ね、うん、これが小屋さんのところにイギリスのゴードさんという人が大正時代にやってきてね、中国にあった景況費、はい、中国に景況が入ってきたんですよ、原始キリスト教が、うんはい、それを日本に来たということで、ね、大新景況流行中国費というのがね中国にあったから、はい、空海がそれを小屋さんとか京都とかやったからね、うん、それをレプリカを作って小屋さんに贈呈された、うん、イギリス人の女性が、これものすごい大きさですよ、高さ3メーター、横幅2メーター2メーター半ぐらいあります、でもイギリス人が関わってるということだけでなんか怪しさ満点やね、だからこの秦の始皇帝のね、うん、がのそういうあのユダヤ教がね、はい、12あのイスラエルの中国の長安に来ていたと、はい、いうことを表すこの碑文なんですよ、漢文で書いた碑文、はい、うん、これは私あの毛沢東がおった頃に中国へ取材に行きましたんでね、はい、誰もそんな見てないよ、その時に中国の西安にあったんですよ、これが、はい、意味が分からなかったんだけど、たくさんのこの碑文が中国にあんのよ、西安にはね、ヒリンというところにね、うん、これがあったんですよ、意味わからなかった、何のことか、うんうん、でこれが昔からあったってあったんだけど、宗教が変わった時にこれが埋められたんだよ、長いこと埋まってたんだよ土の中に、うん、その後またなんかあの掘り出してきたんよね、うんうん、なんかねこれ漢文で書いた、捏造の匂いがプンプンする、うん、これは真実が書いたの、ね、日本人が書いたんやと思うよこれ、うん、これ全部漢文ですよ、これ漢文だけどね、で漢文ですけどね、漢字がね古い漢字なんですよ、かなり古い漢字、うん、うん、でもこれ西安か、西安ウイグルに結構近い、
ですよね。まあウイグルからもやってきてると思うんだけど、ウイグルの思想とはまたちょっと違うのよね、騎馬民族とはね。イスラエルなんですよね、イスラエルからやってきてるこの景況やからね、か影の教え。しかしね、景況という影の教えね、空海が勉強したやつなんですよ。でもね、石に掘るってこれ石ですよね。石です。ものすごい。石に掘るってのもちょっと見かけ石みたいなね、つるっとした石ですよ。なんか違和感があるね。ものすごいつるっとした石ですよ。こんな石探そう思ったら大変ですよ。西安って西安は結構石ですよね。中国大陸の。あそこやったら古い時代ですから。あの羊の川とか。あ、まあ、そういうのに描くのが。まあ川で描くのもあるんだけど。これはでもかなり古い時代にこの石窟というのがおってね、あのそれをまあ掘ったんやと思うね。かなり古い時代に景況が入ってきていたと、イスラエルからの。そういう人たちがまあ国際都市やったからね、ここに。で景況というのはまあまあ元キリスト教みたいなもんですやんか。これからキリスト教になったわけですからね。イスラエルにいた人たち、西洋人、白人の二世ユダヤの人たちがですね、キリスト教の思想をね植え付けて広めたわけですからね。それの元はこれはね、十二氏族だから、十氏族と二氏族に分かれたね。まあそういうのはもうつながってるかもしれへんね。これは何だろう、向こうの文字は何でしょう。この文字、これはアジカンやね。高野山のところに伝わってる、なんていうかな、高野山の、仏教関係、念仏みたいなもんですよ。念仏を書いたんね。これはだから日本語じゃないでしょ。これはウイグル、あれはチベットのね、チベットから入ってきた文字じゃないかなと思うね。これアジカンというのはね、だからインドからチベットから中国、だからこれチベットの文字じゃないかなと、この思うね、アジカンっていうのはね。だから空海のこの真言密教というのはインド密教であり、さらに、イスラエルの十二氏族のそういう原始キリスト教のその思想ね、はい、元は日本のね、宗剣道の人たちのね、はい、そういうものが自然思想ね、そういうものが私この日本の仏教と神道の中にはね、私入ってると思うね。ごまたきをしたりね、そういう人たちいるでしょ。そういう自然を大事にしながら人間が生きるのをね、こう見つめるという、まあ、そういう思想があったんじゃないかなと思うね。それが高野山であり、東寺でありね、奈良の東大寺であり、そういうものにこう伝わってきてるんじゃないかなと。でそれを勉強するために空海は中国へ行ったと。で、まあ、竹取物語ですんでね、この地元の染色作家にね、こういう絵柄を描いておられたんですよ、デザインを。で襖絵描いてもらえないかということで、この本館にね、これ5面があるんですけど、別館には14面のね、このそれぞれのこの難題の人たちの絵柄が一つずつこれあるんですよ。これ全部一つに入ってるんだけど、でまあ最後に月へ帰ると、かぐや姫はね、なんでかぐや姫が月から降りてきてね、で月へ帰ることになったのか、これは不思議でしょ。まあ自分は宇宙人が関係してると、そう考えてる、まあ宇宙人がね、だから空海は宇宙人の存在まで知っていたと。いうことですね。現代人でも宇宙の存在がわからないのに空海はそれを知っていたって、不思議ですわな。まあ宇宙人と何らかの関係があったと。だから当時はそういう人たちが降りてくる、そういう天の浮き船というのがあったのかなと。今はもう退化してね、そんな作る能力もない、宇宙へ飛んでいくような能力はないわけです。今月へ飛んでいっとるけど、アメリカとかソビエトとか中国ね、インドも、あのもう次へ行っとれへんわけですよ、はい、空の宇宙をこう飛び回ってきて降りてきただけの話という話が出てきてるよ、月まで行ってない。で最近は月衛星をね作るのや言うてね、で月で
あの月の上を歩くためにはそういう、ラッセル車みたいなものを作らないかんねん言って、アメリカと日本がね今なんか開発してるみたいなんですけどね、うん、まあ宇宙もね月もね本当に存在自体は怪しいとは、怪しい自分は思ってます。面もあるね、うん、怪しい面もあ る, ると、ね、うん、なんかそれだけの技術を学団持ってるんやいうのを保持するためにね、あの言ったようなことにして、実際は砂漠で撮った映像をね、うん、そう次の行った後映像に変えて、うん、でわざわざ遠いところやから画面が乱れたやつで我々、うん、騙されましたやんか。宇宙関係はもう、ああもう全部捏造じゃないかなと思ってます、うん、自分は。まあそういうのがあるね、うん、その可能性もあるね、うん、まあいずれ宇宙へ行く時代に来るのかもしれないけどね、うん、そういう嫌いがある ね, ね真実のね糸口をね、うん、探してますけどね、そう、うん、騙されるのは嫌やから、うんうん、なかなか見つからないまだ。まあその辺がねここでね、ロミンが、うん、まあ内部告発してくれたら、そうそう、簡単なんですけどね、うん、なかなか。まあその辺がねここでまあいろんな、まあ他いろんなね、もうあのいろんなもんは、まあヒンズー教のね、あのチベット密教とかもいろいろあるんですけど、あ、まあ、こんなんあまり興味持ってる人いないのでね、あまりお話、空海かな、うん、空海もチベット密教絡んでますわね。日本のいろんな人もチベットに行ってるんですけどね、うん、あとはまあここにあのウリコさんがね、あの絵本画家、世界の絵本画家がねここへ来て、うん、はい、竹取物語のその絵柄を描かせてほしいということで、ここあの絵巻物をねこうずっと作っていただいたんですよ、うん、誕生からね、はい、うん、それとかカルタとかね、向こうにはカルタもあるんですけど、ね、いろんなことやってはんのよね、でノアの箱舟の絵柄もねこう作ったりね、まあいろんな人がこの世の中にいるんですよ、うん、ただねこの竹取物語のねこの素晴らしいのはね、ここにもこれたまに説明するんだけど、起承転結になってる物語がね、はい、でこれを勉強することによって作文を書いたりするときに簡単に人に分かりやすいように文章を作ることができる勉強になるんです。起承転結、起承転結書いたんで、なるほどこういうふうに書いたら人に分かりやすい文章になるんだなと、うん、これね小学生にこれ教えたらね、日本の小学生は素晴らしい文章を書くようになると思うよ、うん、まだ未だに中学校2年生で竹取物語の難題のある蓬莱の玉の絵だから、なんかそれを学ぶだけでね、うん、5人の貴公子のうちの一つを学ぶだけで竹取物語を学んだように思ってはんねんけど、うん、とんでもない、この宇宙の世界までね、うん、空海はすごいことを書いてるのにかかわらずね、まあそれはきっかけで、まあ、興味を持って調べる人が出てきていただいたらですね、うん、まあここの博物館の意味もまあ分かると、うん、いうふうに思うんですけどね、まあその辺が大体のまあ概略でね、はい、うん、まあ